ここはいつの間に外に出ちゃったの？オプスキュールの目覚めに必要あの鐘が5回鳴るまで。あと4回よの。了解。この戦いを貴公に捧げよう。大神さんのお望みのままに。Hey!
貴公に狙われるとは。この戦いを。チェックメイト。隊長、バッチ。余の望み。
隊長。僕より来たれ、災いの友。朽ち果てろ、デモンファルチェ。
リカ、エンジン全開。大神さんの指揮。隊長、ほら、世の望み諸。わかっている。
隊長、バッチリ儲け。ほら手を出すな、勝手にしろ。ほらほら燃えろ。任せろ。それ。グリシーヌ。任せろ。それ。リーダ。まだ。閉ざされし冥界の門よ、我が前に開けや、カテモンズジェイ。ロークめっちゃくの思いを届一郎、やっちゃえ。頼んだぜ隊長。私たち、ついに完璧なる勝利を得た。疲れすらも心地よい。ねえねえ、これで町のみんなも、そうですね。終わった終わった。さて、綺麗な朝、こんなに綺麗なお日様、初めて見た。
さん、やりましたね。大神さんたちが、大神さんたちを笑顔で、俺の可愛い後部をこんな傷物にしや。あんたたち、よくやってくれたね。ご苦労さん。ねえ大神さん、みんな揃ったことですし、いつものあれ。そうだ、一郎が掛け声かけなよ。それがいいよ。私も久し…まあまあ、織姫さん、ここはパリ歌劇団。そうだね。ほら、あいつの笑顔、朝日で眩しいじゃないか。今宵はプログラムを変更し、ヨーロッパを虜にした歌姫、ソレッタ織姫。皆様、やあ織姫、うわあ、すっごくかっこいい。華やかな織姫さん、勝利の記念にステージに立つなんて。あれ、そいつは聞くだけ。平和とはいいものだ。そう褒めるな。ますますやはり我がブルーメール家の、いずれは貴公と契りを交わし、強くたくましい子を産めと両親からの頼りもあったしな。もちろん伝えましたとも。当たり前ざます。当家に婿入りするには、これよりブルーメール家の伝統ある花婿検定試験を受けて、試験に合格してこそ貴公は我がブルーメール。黙らっしゃいざます。お嬢、うん、者ども、屋敷に帰還するぞ。パリシーの御霊よ、さあ聖なる歌詞。素晴らしきかな、パリ。愛しきかな、パリ。褒めたたえよう、パリ。次回、桜大戦3、神探しの茶、愛の御旗のもと、子供たち。ゆっくりとお休み。Thank you.